今日は天真六王からフックまでをしたいと思います。前回は演習文献で終わりました。ここから天真六王、左手を出して右手をこうします。それで開きます。右の重心を落としながら開きます。これが天真六王。かかとで回ります。足を出して、でここから開きます。腰と一緒で、老化では3回、進化では2回私はやっています。進みます。今度はカートで回ります。重等差、この状態から手をこう右足を引きながら右手を出します。左手を引きながら、左足を引きながら左手を出します。揃えます。へきかしから飛びます。本間の一周、もう一回飛んで遠心後傾、左肩が下がるときに右に体重を移してここで打ちます。これがフック。今度は、タッキーを入れてやります。